12月15日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に下落しています。今日の全引けは昨日の終値と比べて23円24銭安の28409円40銭となりました。一方トピックス東証株価指数は 7.40 ポイント高、 JPX 日経400も 50.76 ポイント高とそれぞれ堅調な展開となっています。日経平均株価が小幅安、トピックスが小幅高とまちまちの展開。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 58%、 1257銘柄、これに対して値下がりが約 36%、 780銘柄、変わらずが 6% 余りありました。全体の 58% ということですから、もう半分以上は値上がりという東証一部の構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げておりますが、ただ率で見ますと大型株の上昇率が一番大きくなっておりまして、大型株が強めの地合いです。中型小型もそこそこしっかりではありますが、特に大型株、今日はトヨタ自動車材料が出ました。トヨタ自動車が牽引する形で大型株のやや強い動きというのが目立つ展開です。商いは引き続き少なめです。全引け段階での売買高5億飛び200万株余り、5億株をやっと超えた水準、売買代金が1兆1917億円、こちらは1兆1000億円台、1兆2000億円には届かなかったということでありますので、単純に計算しますと1日通しても2兆円台前半から半ば、2兆円台半ばには届かないというレベルでありますから、商いとしては少ないという水準であります。今日は朝方は全体的に売り先行で始まりました。日経平均株価寄り付きの段階で70円余り下げる場面がありました。昨日のニューヨーク株が下落したといった流れが東京市場にも波及して、ハイテク系の銘柄などに売り注文が先行しました。ただその後は徐々に買い注文が流入、日経平均株価9時半過ぎには93円高という場面もあったという展開であります。これに関しましてはトヨタ自動車、国内で時価総額最大のトヨタ自動車が昨日戦略説明会を開きまして、電気自動車への積極的な投資や販売台数計画の上積みを発表したということが前向きに評価され、トヨタが牽引役となる形で関連銘柄などが買われたといった影響も出たというふうに見られます。もっとも買い注文が一巡した後は12月の SQ 値28523円というのが今月12月10日の SQ 値でありましたが、ここまで抑えられる形となりまして、日経平均株価その後は再び軟調な展開といいますか、下げる展開になったというのが今日の全引けでありました。アメリカでは FOMC 連邦公開市場委員会の結果発表を日本時間の今晩に控えているということなどもありまして、積極的な買いは限定的、一部買い戻しなどが一巡した後はなかなか上値を買う動きは限られているといった状況でもなっております。もっとも先ほどご紹介したようにトヨタなどをはじめとして材料の出た銘柄には買い注文が入って売り買いが交錯、このところ売られすぎていた銘柄などにへの押し目買い、買い戻しなども入りまして、全体としては値上がり銘柄の方が東証一部では多いという構成になっています。その中で個別でまず下げた銘柄といたしましては、半導体関連が全体的に軟調でした。中でも今日も売買代金全場でトップとなっておりますレーザーテック6920、こちらが軟調な展開、東京エレクトロンなど、あるいはアドバンテストなど製造装置関連銘柄は全体的に下げて全引けとなっています。逆に上昇した銘柄はやはり何といってもトヨタ自動車の動きが目立ちました。7203、こちらが続伸の動きとなっております。昨日の戦略発表会で2030年に電気自動車の世界販売台数を350万台に増やすという目標を発表、さらにはバッテリーを含めて総額で4兆円規模の資金を電気自動車に投資するといった計画なども前向きに評価されました。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。